私の家でした。それで、津波では、一応建物は流れずに、残っていたんですけども、つい先日、解体作業がありまして、今日はまた、解体した後を見に来てました。3ヶ月あっという間ですね。やっぱり中途半端に家が残ったもんで、震災後から、毎日家には見には来ていたんですけど、今日も仕事帰りなんかも必ず寄って、やっぱりなんていうか、ちょっと様子見に来たりとかしてたんですけど、とうとう、先日解体になりました。解体になった後もこうやってまだ来たってるんですけど、職場もちょっと壊滅的な打撃を受けましたけども、復興に向けて動いてますんで、職業そのものは失いはしませんでした。なんとか頑張らさせていただいてます。